ちゃんがさ、裁縫セット持ってきてくれて、破れたズボン縫ってくれた。まだ仮だけど。え、だって小手半にだって瞑想中って書いてあるんだもん。ユミに変えてきなよ。仲直りしたよ。俺が怒ったの、久々。のんちゃんがリストカットしたから、それは約束違うでしょ、つって。もう許さない。ごめんなさいするまで許さないからって。普段のんちゃんとの LINE のやりとりは、4時間5時間ぐらいずっとのんちゃんが、浮気だ浮気だ浮気だ、和田さん裏切り者だ浮気だってずっと送られてきて、5回に1回ぐらい俺がごめんねーごめんねーってずっと言ってて、でも、わーって、もう、のんちゃん、カタ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 ってずっと発狂するんだけど、のんちゃんが、リストカットしたから、怒った俺が。もう、逆に、今度は俺のターン、つって。約束違うじゃないか、こうやって約束して、なんでなんでこうでこうでこうで、ふざけんじゃねえよ、お前こういう風に言ってたのに、こうでこうでこうで、みたいな。ごめんなさい言わないと許さないからって1週間ぐらい言ってた。そう、いつもお流れだね。で、のんちゃんがしょぼーんってなって。傷は大丈夫じゃないの？わかんないけど。のんちゃんはこっからここまで全部もう、全部 全部リストカットの後で。まあ、もう、百戦錬磨みたいな、ベルセルクのガッツみたいになってるから。のんちゃんは。痩せたかな？どうだろう？痩せたように見える？どうだろうね。なんかいいね。ちょっとパチンコで買ったお金で、豪遊してますよ、僕。バカプレゼントありがとう。パチンコで買ったお金で豪遊してますよ。今日ここ多分2万ぐらいかかる。宿泊8000円なんだから早めに来て休憩で、飯もバンバン頼んで。のんちゃんは今ね、疲れて寝てる。のんちゃんショートスリーパーだから。すごいよ、見る？ちょっと見せようか。まず、テレビがあって、あそこにスロット台があって、で、段々畑に、ここにもなんかベッドっていうか、で、ここがソファーになってて、で、3段目にベッドがあって、のんちゃんが寝てる。ダブルベッド。だからこう、すごい広さ。敷地の広さが、すごいでしょ。これ、プレジデントルーム。一番高いやつの、プレジデントルームっていう、なんか、商社の部屋だよね。だけど、8000円だよ、宿泊。夜8時から昼12時まで8000円。でも2時くらいに入ったから、プラス4000円だね。すごいでしょ？ラブホ、ラブホ。これくらいの広さはいいね、やっぱ。千葉も旅で寄りますか？寄るよ、全然。全然寄るよ。横山みのり、久保田学さんいらっしゃい。初見さん。豪華だよね。広い。8000円でこれは、やっぱ、全然、設備が違う。しかも食い物とかフードとかも安いんだよね。なんか、ラブホって高いじゃん。カルビ丼も食ったんだけど、カルビ丼650円、唐揚げ350円とか。つるりんさんいらっしゃい。商社の部屋だよね、完全に。だってさ、東京だったらもうこれ、60、ね、月30万ぐらいか。いや、もっとするな。これくらいの規模で、多分東京だったら30万から40万くらいのデザイナーズマンションみたいな感じだもんね。安いっしょ。で、お風呂もちゃんと綺麗だし。仙台行くよ。初見さんね、楽しんでってください。もしよかったらフォローしてってください。もうそれはね、レッドボルのこの300円のジュースも飲みますよ、僕クラスになったら。僕クラスの配信者になったらこういうね、ゴージャスな飲み物を飲みますから。君たち低所得のリスナーたちとは違う。もう飲み物が3倍だからね。ニコニコンドリーム。ああ、勝者だよ、俺は。俺は間違いなく勝者だよ。いいね。田舎の方は安いし、すごいいいよ。北海道行きますよ、侍さん。風船ありがとう。北海道が多分リスナーさん、俺、めちゃめちゃ多いの、なんか知んないけど。
北海道の男性で、北海道の人が iPhone くれるって言ってるから、リスナーさん、すげえお世話になってる。あのさ、上野でさ、お酒飲んだ配信にいた、超イケメンの、社長さん覚えてる？超イケメンの社長さん。もうすっごい可愛がってくれてて、ナオさんって人なんだけど、ふわっちはね、一回もコメント打ってないんだけど、2リットルの98円の水飲んでる。のんちゃんはね、あれ、明日の夜帰るかな？ちょっと観光しようかなと思ってるけど。寂しいでしょ、やっぱり。のんちゃん子供だから。寂しいね。そう、そのなおさんがね、携帯、iPhone の、なんつったっけ、5S かなんかくれるって言ってた。郡山の桜良かったね。桜めちゃめちゃ綺麗だった。なんつったっけ。滝桜か。樹齢千年の桜見てきたんだけど、すごい良かったよ。阿武隈堂も行きたいんだけどな。阿武隈堂。のんちゃんと阿武隈堂行こうかな。なんか福島でおすすめある？桜綺麗だったでしょ。なおたくさんの宇宙人の方が面白かったけどね。なおたくさんが福島なんもないですけど、せっかく来ていただいたんで案内しますっておっしゃっていただけて。のんちゃん専業主婦じゃないよ。ニート。そんな、だって結婚してないじゃん、専業主婦って。阿武隈堂どう？英雄。阿武隈堂。あり？写真見る限りではめちゃめちゃすごいなと思って。俺ね、実は鍾乳洞フェチなんだよ。鍾乳洞とか洞窟大好きなのね。ただね、電波がないらしくて、配信はできないっぽい。2回エッチしましたね。聞く？それ。あやちゃんいらっしゃい。エナタヌといつ会おうかな。エナタヌの前にカッシーニに絡もうかなと思ってて。なしってどういうこと？あ、え、阿武隈堂微妙だったってこと？行かなくてもいい？微妙？マジか。微妙なんだ。ニートっていうか、まあ、専業主婦っつうか、ちょっといろいろあって、家業を手伝ってるね。簡単に言うと、働いたら損するぐらいの金持ちです。本当に、働いたら損するぐらいの金持ち。だから家族に働きたいんだよ、本当は。バイトとかしたがってるんだけど。そう、ファイナルニートだね。だから、パパポみたいな感じだよね。お嬢様だよ。簡単に言ったら。お嬢様、お嬢様。マジマジ。ファイナルニートっすね。旅の間、のんたんお留守番なんですね。私寝ます。え、旅の間ってここにいるよ、スイカさん。おやすみ、スイカさん。いつもありがとね。バカプレゼントありがとう。ヤスさん。学生時代に行った。ああ、まあ学生時代に行ったのと今行くの、年取ってから行くの感覚が違うよね、やっぱり。あと、どこに住んでるのか。地元だったらさ、綺麗な風景見慣れてるじゃん。やっぱ、東京の人がこういう配信癒されると思うんだよ。桜の、滝桜とかさ、もう都会でギスギスしたの疲れてる人に届けたいの。もんたは47。まあ、箱入り娘っちゃ箱入り娘だよね。そうそう。だから家の手伝いやってるっつうんだけど、俺はとてもやってるように見えないよ。家で寝てるだけだろ、こいつ、みたいな。まあまあまあ。私昔はお嬢様だった。俺の母ちゃんもお嬢様だったらしいよ。だって、沖縄で初めてカラーテレビが入ったのが母親の家だって。で、話がぶっ飛んでるでしょ？
で、ジーヤとバーヤがいたんだって。笑うっしょ。だから毎日ドレス着てみたいな生活だったらしいよ。あ、おやすみ。おー、すげえ。ありがとう、サボさん。おやすみ。頑張ってね。俺も頑張るから。俺も配信頑張るから。結構ね、あれだぜ。今こうやってさ、パチンコ勝ったから豪遊してるけど、普段の配信結構体張ってんだぜ。10キロの荷物背負って、歩いて。たまにはいいでしょ。こういうのも。おやすみ、サボさん。旅も13日目か。ヒカルくんのね、家でだいぶお世話になったから、そろそろね、歩いて体張りに行かないと。どこ行こうかな。阿武隈道微妙なんだ。洋服と PC で10キロ。急に重さをまずパソコン3台持ってんの。これと、レッツノートと、もう一台の重たいレッツノートと、MacBook Air。で、充電器とか、バッテリー3個でしょ？で、もう一個予備のバッテリーがあって、服はね、そんな重くないんだよ。T シャツはね、もう6枚ぐらい。買い足し買い足しで6枚。パンツ3枚、靴下3枚で、今もう洗濯物が溜まってて、あとは、ステッカーが400枚。あと、財布でしょ？あとね、急に重たいって感じたのは、心霊配信やったじゃん。おじゃが池と、活魚。あそこで懐中電灯を買ったんだよ。それがマジで重たい。1万円分ぐらい買ったんだけど、配信って真っ暗だから、外配信やるんならちゃんと機材揃えないとと思って、これがすごい重たい。これ。これね、1600ルーメンって言って、めちゃめちゃでかい懐中電灯なんだけど、もう人ぶん殴れるやつ。これがね、5000円だったかな。これ。これがまず懐中電灯で、で、これだけだと怖かったから、もう一個懐中電灯買ったの。もうスタンド型っていうやつで、これ。で、これはここにベルトにぶら下げて、これはね、こういう風になるんですよ。こう。これはなんつうんだろうな。全体を明るくするみたいな。こういう風に立てかけられるの。こういう風に。で、まあこう、ピカーって。だから女優ライトみたいな感じで、こうやって遠くから自分の顔を当てて、で、これでカメラの向きとかをこう、ピコってやって、こうやってやってた。これもね、5000円ぐらい。あの時はもう手持ちの金が少なかったから、ただまあ、リスナーさん真っ暗なの見ても面白くないなと思って、ちょっと投資したんだよね、これは。そう。これでもね、心霊配信とか、夜中の歩き配信とか使えるから、まあ、配信機材としては、今後使っていける？これは結構使えると思うよ。明るいでしょ？これはかなりいいんじゃないかなと思って。これが、この二つで急に、重たく感じるようになったかな。あとは小銭とかケーブル類とか。あと何持ってるかな。あと、今、物が増えて、まあ、あと、こういう、リスナーさんリアドするから汗臭くならないように、エイジーノーズとか、あと、まあ、ちょっと、ジェルとか、おしゃれ用のジェルとか、あと、歯ブラシ、あと、ガスライター買ったね。リスナーさんからもらったジッポ使ってるから、ガスライター。明るいでしょ？これが今の俺の装備かな。で、家に帰ったらバッテリー、このレッツノートだけ持っていく。レッツノートだけ。もう、パソコンは1個に絞る。で、外付けバッテリーを2つぐらい買う。お風呂は毎日入れないよ。ていうかね、ヒカルくんがお風呂入らない人で3日ぐらい入らなかったね、ヒカルくんの家行っても。だからお風呂入るとすっごいリラックスできる。布団で寝れたりとか。ヒカルくんといたときは、まあ、3回ぐらい入ったかな。結構ヒカルくんが忙しいんだよ。もう本当に昼間の仕事でずっと日中潰れて、で、夜帰ってきたから配信やるんだけど、キックボクシングの練習もあるし、まあ、スロットとかも打ちたいじゃん。
で、お酒好きだから飲みたいとかね、もうスケジュールがすごいタイトだった、ヒカルくん。今、配信に集中できない。俺ね、鼻悪いからね、人の匂いとかあんま気にならない。臭くはないよ。汗拭きシートは買ってないかな。あとタオル3枚買ったかな。そうそう、パソコン、リラックス、あのね、普段当たり前のことがすごいありがたみを感じるね。うん。ヒカルくん臭くはないかな、別に。臭いと思ったことはない。まめに服は変えてるし。うん。あ、でもリスナーさんが言ってたな、ヒカルは臭いって。ワイルドクソジジイさんっていう人いたんだけど、なんかあの部屋に来た時に、もういきなりファブリーズヒカルくんにかけてたもん。で、やめてやめてとかヒカルくんが言って、配信外なんだけど、部屋中ファブリーズシュッシュッって、もうドア開けた瞬間にシュッ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 ってヒカルくんにかけて、入場爆笑したもん、俺。男心屋さんお疲れ様です。今ね、郡山っすよ、まだ。郡山でまだ何人か会うんで。次は仙台かな。福島の後は。まあ、それ冗談で言ってんだろうけど、ヒカルくん臭いっていうのは。別に臭いと思ったことないよ。延長しないと。仙台ではどこに滞在予定？予定は未定っていう言葉があってですね、僕の配信の醍醐味は予定を一切組まないです。っていうのも、俺のなぜ旅人になりたかったっていうコンセプトが、子供の頃からの夢っていうのが、時間にとらわれないとか、お金にとらわれないことが夢だったんですよ。もうどこにいても稼げる。で、要は分からない、未来って分からないことじゃないですか。で、その分からないことに悩むのって僕は時間の無駄だと思っていて、とにかく俺は時間とお金に縛られない生き方をするんだっていうことだから、もう本当に5分先のことも1時間先のことも考えないです、僕は。楽しいと思ったところに向かっていくだけですね。だからもう旅配信もそのまま、例えばどっかにいて、あ、ここに住もうと思ったら住んじゃうかもしれないし。そういう感覚っすね、自分は。ヒカル君は今仙台っすね。実家に帰ってますね。だから僕の配信で明日の予定はって聞かれてもないって答えます、常に。そう。もう今この瞬間しか考えないっていうか、そう。今やりたいことをやるっていうか、それが自分のライフスタイルっすね。うん、とにかくやるっていう。行動しか。だからもうあんま考えてないよ。よくいつ来るんですか？どこどこいつ来るんですか？って聞かれるけど、知らないとかわからないって答えるね。近くに来たら会おうぜって。フィーリングだから全部が。そういう予定を組むとかそういうのができないからこの生活やってるわけだからね、俺は。大体人間ってさ、わからないことに対して悩むことが多いじゃん。わからないことに対して悩むってすごい無駄だと思うんだよね。わからないんだよ。で、考えてるつもりなんだよ、本人は。どうしようか、最善策をって。で、人間そんなに頭良くないから、普通の人は。頭いい人は考えればいいと思うけど、ほとんどの人は頭良くないじゃん。で、特に自分は、ね、頭のいいタイプだと思ってないから、俺が考えつくようなことって失敗することなんだよ。うん。だから、俺はリスナーさんに相談して、次どこがいいかなっていうのを聞きながら旅するのが面白いから。うん。そうそうそう。不安になるだけじゃん。でも、ね、例えば、その10代の頃とか、30歳の未来って、なんていうのかな。不安だったと思うんだよ。働いてんのかな、何やってんのかなって。でも、結局俺10代が思い描いてた通りの32歳なの。
今、その、10代、14歳ぐらいの頃に考えてた俺が、今まさにできてるから、ビタビタにリアルタイムでできてるから、解約してないよ、新宿の。あそこは、解約しようか迷ったけど、うん。なんか稼いでいかないとね、維持できないから、生活できないから、ちょっと迷うよね。バカプレゼントありがとう。だからまあ、やりたいことやるのが一番いいかなと思ってるけどね。人生一回きりだから。悩んでも笑っても人生一回きりで絶対帰ってこない時間だから。まあ、ひたすら楽しみたいなと思ってるけどね。うん。役所からの訪問って何？何役所からの訪問って。何の話？東北ゴリラさん。なんで役所の人が来んの？俺の家に。だからまあ、ひたすら、もう、その時その時で感じたことをやっていこうと思ってるね。うん。家換気しなくて大丈夫か？あ、のんちゃんがたまに行って、部屋見てくれてるから大丈夫だよ。3日に1回ぐらいのんちゃんいるから。のんちゃんには鍵渡してあるからさ。寂しい時は俺のベッドで寝るんだって。のんちゃんいるから、後ろ。うん。感じ。いやいや、そうなんですね、じゃなくて、役所からの訪問がよくわかんなかったんだけど。でも全然来ていいじゃん、ビアトツ。旅は道連れ、世は情けだよ。全然来ていいじゃん。おー、ゆいこさんいらっしゃい。どうもどうも。ジョーカーさんいらっしゃい。お疲れ様でーす。いらっしゃい。初見さんいらっしゃい、ゆかちゃん。もしよかったらフォローしてください。お願いします。精神的な年金みたいなのって言ってたんで。俺年金もらってないよ。俺ね、年金受給してない。障害者手帳は持ってるけど。うん。でも年金もらってる人って訪問ないはずだよ、役所から。役所から、訪問があるのは生活保護ね。ケースワーカー。のんちゃんはフットワーク軽いよ、結構。今ね、郡山の外れのラブホテルだね。俺は新宿ですね。今住んでるところは新宿で、で今日本全国旅配信やってるんですよ。リスナーさん1万人に会うっていう旅やってて。ないよね、訪問は。うん。ああ、いい。多分生活保護の人だったらあるね、訪問は。おー、カブニート若津。いらっしゃい。一万人、まあ、きついけどさ、不可能にチャレンジしたいじゃん、やっぱり。可能なことなんか意味ないからね。トライする意味がないから。俺は不可能に挑戦したいんだよね。昨日リアトツ、のんちゃんで一人だね。のんちゃんで一人。だから今25人だね。おたくさんこんにちは。初見さんいらっしゃい。フォローしてね。腕太くなった？そう？自分じゃわかんないな。あんまり。太くなった？今さ、
トレーニング始め3ヶ月目ぐらいか。こんな感じですね、今。腕は。不可能を可能にする。いや、誰でも可能になるんだよ。諦めなければ、時間かかってもいいから、俺は可能になると思ってるね。まあ、3年、4年ぐらいかかるんじゃないかな。わかんないけど。あんまりだから、まあ、さっきも言ったけど、俺は未来を考えてないから。タンさんフォローありがとう。ここラブホテルですね。すごい広いよ。古代ワト2、いらっしゃい。あ、ジーパンの穴が塞がったの超嬉しい。のんちゃんが縫ってくれたんだよ。ここばっかり開いてたじゃん。のんちゃん裁縫セット持ってきてくれたんだよ。気が利くよね。穴が塞がった。みっともなかったから。その裏側にその布を当てて、ステッチで、応急処置で縫ってくれてる。またか？何が？これは8000円一泊。ただ、夜8時から10、昼の12時まで8000円なんだけど、そう、2時ぐらいに来たから、4時ぐらいか。ちょっと追加料金でかかってるけど、ラブホテルだね。お風呂も2回入ったよ。でっかくて。テレビも見れるし。すごい広い。こっち側にバーンって広場があって、階段になってるんだよ。それだよね。糸が赤。あ、違う。今、黒で縫ってくれてる。俺が縫ったのは赤。こことかね。ここは赤。こっち側。反対側。ここが、のんちゃんが縫って、黒で縫ってくれてるね。まあ、物をね、大事にした方がいいよ。何でもかんでもお金かければいいってもんじゃないと思ってるから。俺ヒッピーだから。そう。16時間で8000円安いよ。お風呂気持ちよかったよ。いや、根性あるって結構言われるけどね。なんか口だけとか言われてるけど、俺結構有言実行する方なんだよ。行動力もあるし。そう、口だけのやつ嫌いだからさ。だから生活保護も抜けたし、働いた、は、ね、ちゃんと稼げるまで働いたし。なんだろう、仕事探してるって言ってたんだけど、みんな嘘だ嘘だって言って、なんか掲示板とか、なんか、思い込みで書くじゃん、みんな。裏取らないで。適当なことばっかり書かれるからさ。のんちゃん寝てるよ。おう、ぼこちゃんありがとう。頑張るよ。うん。まあ、頑張るっつうか、まあ、自分のやりたいことに向かって、ね。淡々とやっていくだけだけど、諦めなければどんなこともゆっくりでいいんだよ。ゆっくり確実に前に進めば25人が減るわけじゃないから。別に3日後、1週間後、1ヶ月後、1人でもいいんだから。1人はプラスだから。ゆっくりでいいから進みたい。なんかできない理由とかをつけたくないのね、自分に。できない理由なんか無限にあるじゃん。で、できる根拠っていうのは行動だけなんだよ。だから俺は自分の行動しか信じない。できない理由も考えない。言い訳なんていくらでもできるから。まあまあ、やり抜くっつうか、やりたいことだからできるだけだから、俺はやりたくないことはやらないって決めてるから。人生の中でやりたくないことをやるほど無駄なことってないから、一切やらない。やりたくないことは。ただ、これは俺がやりたいって決めたことだから。大阪行くよ。そうそう、プラスはマイナスに絶対ならないから。逆に言ったら、25人わざわざ会いに来てくれたんだよ。俺は、なんだろう。口だけでできないとか言って、お前には無理だとか言って、誰にも来てくれない人よりも、少なくとも俺は1万人という高い目標を持ってるけど、25人来てくれた事実は裏切らないから。25人が俺に会ってくれたんだよ。そう。で、よくしてくれたんだよ。これは絶対忘れないよ、俺は。この25人のことを。今、そうですね、郡山ですね。堀田さんでいいのかな？堀田さんなんだろうか。堀田さんかな？堀田さんいらっしゃい。そう、まあ強く生きろっていうか、まあ淡々と生きるよね。うん。強くかどうかわかんないけど、まあ、自分らしく生きるよ。
ていうか、ラブホ来てテレビ見てるけど、クソつまんねえな。ジジイババアの商品しか、やってねえよ。ジジイババア向けにやってるよね、テレビ。そうそう、25人と心が通ったわけだから。試合ですか？試合はね、こんな感じです。6月の10日土曜日です。太田俊彦さんいらっしゃい。6月の10日土曜日ですね。全然面白くないね、テレビ。ジジイババア向けに作ってるから、若い人が楽しめるように作ってないんだよ。これは若い人はインターネット行くわ。もうぐっすり寝た。もうだから、全然眠くないっすね。全然眠くない。自分は郡山。ああ、そうなんすか、堀田さん。どうもどうも、郡山おしゃれですね。美人多いし、男もイケメン多いし。いい。思ってたより全然都会だったわ。俺、福島って福島が一番栄えてると思ったら、郡山なんだね。県庁所在地がないところが栄えてる。だから、やっぱ知らないと知ってるわ。やっぱ体験だよね。ファントムさんいらっしゃい。音消して映像だけテレビ見てんだよね、今。福島市より郡山の方が栄えてる。ほう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 。もしよかったら、ずっとリアトツ町やってるんで、僕、もし興味持っていただけたら、リアトツしていただけると嬉しいですね。よろしくお願いします。1万人。ちょっと在庫処分？何の在庫処分？まあ、なんだかよくわかんないけど、いいんじゃん？まあ、こんな感じで、リアトツ1万人の旅っていうことで、やってます。ぜひぜひお願いします。アイテムありがとう。おお、団子懐かしいね。団子まだ持ってた。団子ありがとう。アイテム大歓迎です。おにぎりプレゼントありがとう。ビールありがとう。明日もいるよ、郡山。マムさん。金を愛する者は滅びる。ん？夢太郎さんいらっしゃい。なんだ、急に。何の話？ステッカーが思ってたよりも、ご支援いただいてるんで、ステッカーちょっともう一種類作りますね。おー、ズーありがとう。明日若干寒くなるみたい。あー、そうなんですか、ホットさん。了解です。明日ちょっとパーカーかなんか買おうかな。パーカー買おうかな。おー、すごいすごい、ありがとう、答え。ありがとう。ありがとうございます。限定アイテムありがとう。なんだっけ、これ。ふわっちランドありがとう。俺、ハロウィンのあれが好きだったな。ハロウィンが好きだった。アイテムは。何が面白いのか分からなかったら見なきゃいいじゃん。別にさ、夢太郎一人のために俺放送やってるわけじゃないから、他の人に対して迷惑だよ。うん、何が面白いか分かんなかったら見なきゃいいんじゃない？
俺は小突きなんかやってないし。好き好んでお前が見に来てるんだろ。自分から足運んで文句言いに来るのよ。別にお前のために放送してるわけじゃないんだよ。ちょっとズボン縫うわ。ステッチしよう。お手貧乏。はい、ワコツー。ズボン縫うわ。なかなかアイテム投げられなくてごめんなさい。投げたい時でいいよ。うん。ありがとう。投げたい時でいいよ。この、なんつうの、みんなの支援で俺は生活してるから、なんか面白い放送とかあったらアイテム投げてもらえると嬉しいね。まあ、ただで見てる人はアイテム投げてる人のおかげでこうこの放送成り立ってるっていうのが理解してもらえると嬉しいね。だからこう支援者のおかげでこの放送が成り立ってるっていうのだけ伝われば。引っ越してないよ。ラブホ。もんちゃん。もんちゃん寝てるか。裁縫しながらやろうか。東北は通過しただけかな。北海道鈍行電車で移動するときに通過しただけで、福島駅とかその辺の駅をこうなんて言えばいいんだろう、一泊カラオケに泊まっただけだね。だからこうやって滞在してるのは生まれて初めてですね。初東北です。初東北。信号小さいよ俺。チンコ小さい系男子だから。ラブホラブホ。マックスで 11.2 かな。マックスで 11.2。 うん。あ、そうなんだ。結構小さいんだね。裁縫道具を旅先に持ってくるっていうのがセンスいいよね、のんちゃん。
素晴らしい。でもセックスはチンコの大きさ、まあでかい方がいいと思うけど、あんまりでかすぎなければね。でもね、セックスのうまさはチンコのでかさじゃないと思ってるからな、俺。俺結構マジでそう思ってる。だからダーウィンの進化論じゃないけど、俺はチンコが小さいおかげで前戯がうまくなったんだよ。足りないものを補うようにね、人間は進化していくんだよ。俺はあれだね、行ったことないっていう女の子も行かせられるし、何回も経験あるし、セックスでクレーム来たことはないかな。今のところ。激しいタイプじゃないんだよね。裁縫男子、いや、貧乏なだけですね。新品が買えないから。パッチワークしてるだけですよ。何かさ、今の時代っていうのはさ、こう、新しいものがどんどんあるから、買うっていう、直すっていう習慣がないんだよ。いろんな、すべてのものが。何かを直すっていう感覚ないじゃん、俺ら。だから、裁縫とかでこうやって、昭和じゃないけど、もうどんどん貧乏になっていくわけよ、俺らはこれから。だからね、直すっていうのを覚えないとっていう。もう金が稼げる時代終わったから。だったらね、自分たちで工夫して生きていかないとダメなんだよ。リメイク、でもまあかっこよく言ったらリメイクかもしんないけど、ただの継ぎはぎだよな。簡単に言ったら。そんなリメイクなんてかっこいいもんじゃないよ。まあ鍋とかね、包丁だって研いでないでしょ。100均とかで新しいの買っちゃうんだよ。これはでも直すってなんかかっこいいと思ったけどね。ボロボロのものを直すっていう文化ってかっこいいと思うよ。ジーパンなんか買ったら1万円ぐらいするけど、これ5000円のユニクロのジーパンだけど、毎日履いてるから履き潰れちゃった。でも、糸なんか100均で売ってるわけだ。300円ぐらいで時間かけたら直せるわけよ。世界で1個のものになるからね、それで。だからまあ、金ないうちは、こうやって。で、その浮いた5000円でさ、配信機材変えたりとかさ、他の面白い配信ができるんならそれでいいじゃん。金あるんだったらいいかもしんないけど、金ないときは我慢だよね。まだ稼げてるわけじゃねえからさ、俺は。食えるようにはなったけど、配信で。稼げてるかっつったら、まあまあ、稼げてはないよね。食えてるだけだから。こうやって、リメイクしていかないとね。俺には時間はあるから、いっぱい。ありがたいことに。あ、だから、後ろに彼女いる。
あ、いいじゃん、いいじゃん。直すの大事だよ。直すのなんかいいなと思ってるよ、俺。かっこいいな、みたいな。動物園プレゼントありがとう。どんどんね、景気悪くなってるからね。俺らも。戦争中だからね、俺からしたら。今の日本は。全然平和じゃないよ。確かに暴力の武器を使う戦争はなくなったけど、経済戦争なんだよ、今。日本は。自殺者が3万人も出ちゃうぐらい、国の形がぶっ壊れてんだから。俺はマジ戦争中だと思ってる。イデオロギーの戦争をしてんだよ。石川紀之とかじゃないのかな、わかんないけど。まあ、アイラとか。アイラ月700万でしょ？最高。で、毎月100万ぐらい稼いでるから。アイラとかじゃないのかな？わかんないけど。時間軸長めに見たら大戦前夜。いやいや、戦争中でしょ？もう完全に人が死んでるんだから。俺はもう今戦時中だと思って生きてるよ。そう、戦争の概念が変わっただけで。昔みたいな、ああいう、なんつうの、第二次世界大戦みたいなのはもう起こらないと思ってる、日本では。日本で起こるのは考えづらいと思ってて。確率が低いって言った方がいいかな。絶対はないから。ただ、新しい形の戦争であるっていうのは間違いないよ。空手、いや、経験者っつっても小学生の頃、50流習ってたぐらいですね。え、なんで？白帯ですよ。ただまあ、型とか道場に通ってたのは通ってた。あと、親父が空手の師範やってましたね。まあ、親父は小さい頃、離婚しちゃったからあれだけど、空手家ですね、親父は。道場を持ってたし、キックボクサーでもあるんですよ。結構世界戦とか出たりとか。日本だとね、キックボクシングランカー1位だったのかな？チャンピオンにはなってなくて。フィリピンと台湾とか、海外ではチャンピオンになったことあるらしいですね。親父は強かったですね。本当の格闘家ですね。お父さんはそう。結構すごいんですよ。世界大会とかにも出てるし。まあ、K1 とかない時代よ。もうずっと昔の話だから。親父の世代の仲間たちが K1 とかを立ち上げていったらしいね。そういうものが俺らなかったから、若い人たちにこうチャンスを与えたいってことで。親父は K1 とかもし自分が若い年齢だったから出たかったって言ってたね。バカ3個ありがとう。世界最強に憧れてたらしいっすよ。お、東さんどうも。ノイと戦えるって異常に強い。そうっすね。格闘家、だから昔の、空手やってた人とか、僕の名字島津って珍しいじゃないですか。だから、あれもしかして島津さんの息子さんって言われますね。そういう時はびっくりしますね、なんか。親父のことを知ってる人がいるっていうか。だから、親父の YouTube で動画見つけた時、ちょっと泣きそうになったよね。俺が生まれる前で、親父が27歳だった頃かな。YouTube の再生数10万再生超えてて、外国人がコメント打ってて。まあ、親父はブチ切れてたけど、誰が上げたんだとか言って。いや、知らない、外人でしょ？つって。親父が頑張って、俺が生まれる前の動画が残る時代なんだと思って。だから、親父は侍みたいでしたね、本当に。なんつうか、本当に侍みたいな人で。俺、今、親父って言ってるけど、うちの家庭やっぱ変で、父上、母上って呼んでたんだよね。父、母って呼んでて。
だから、クラスメイトとかにバカにされましたね。お父さんは極真、やっぱり大山抹殺の話をするときは、呼び捨てには絶対しなくて、先生って言ってましたね。やっぱりその大山抹殺先生とか、先生っていうリスペクトすごかったですよ。極真出身かどうかはわかんないですね。ただなんか、19歳だかなんかの時に、俺は古武道の秘伝の書を持ってるみたいな、先生のところに通ったらしいんですよ。強くなりたくて。で、そこの先生にすごい可愛がられて、一番弟子みたいになったらしいんですね。道場を引き継いでみたいな。で、でも、喧嘩をした、ある日喧嘩をしたら、その先生にずっと何年も教わってすごいすごいって言われてるのに、大会に出たかな？喧嘩か大会に出たらボコボコにされて、要は、理論とかは最強かもしれないけど、こんなのはクソの役にも立たないっていうことに気づいたらしくて。で、先生と喧嘩して、先生がその浮気をしたのかな？で、奥さん泣かせたっていうことで、その先生をボコボコにして、で、なんか、その、えっと、なんだっけ？競泳だっけ？すごいキックで有名なジムありますよね。そこに移籍したみたいな。でもなんか、親父の話聞くと、どこに籍を置くっていうタイプじゃなくて、昔のクラシックな空手家でいろんなところ転々としてたみたいですね。本当に世界最強になりたかったらしくて、もう強くなるためだったら、ムエタイにも通って、タイとか、タイでホームレス3ヶ月、ん？タイでホームレス3年ぐらいやってたのかな？なんか、仲間に裏切られて、パスポート盗まれても誰も助けてくれなくて、物盗んだり、なんかネズミとか食ったりして生活してたらしいですね。タイで。修行しながら。で、偽造パスポートで帰ってきたみたいですね。だから人間不信なんですよ、未だに。島津政は、だってあれだよ、薩摩藩だよ。篤姫とか、あと、なんだろう。西郷隆盛とか。西郷隆盛の、上だね。西郷隆盛は、島津軍を率いてたわけだから、薩摩って言ったらわかるはず。武家の家系だね。お父さん、だから、極真も、もなんか、そのイデオロギー、極真に通ってたかどうかわかんないですけど、もう、大山抹殺先生の話とか子供の頃からずっと聞かされてましたね。どこかはわかんない。ただ、共栄ジムだっけな。どっかの名門に所属はしてたはずですね。風船10個ありがとう。だから俺、本当に、親父？本当にリスペクトしてて、もし、まあ、こうやってリスナーさんとして出会ったとしても、俺は尊敬してただろうなって思うぐらいの人格者なんですよ。本当に侍みたいな人で、親父が間違ったことを言ってるのもやってるのも見たことないんですよね。本当にあの人の子供であることっていうのは誇りに思ってますね。おそらく違う職場の上司であったりとか、いろんな形で出会ったとしても、この人のことを尊敬してただろうなって本気で思ってます。まあ、その生き方は別に真似しようとは思ってないけど、とても真似できる生き方してないんだよね。極真時代によくムエタイの話はしてた。誰もが倒したかったのディーゼルノイ。なんかディーゼルノイとやるのが、もう戦うこと自体が夢だったらしいですね。なんつうんだろう。本当に世界最強の名前が出る一人だって聞きましたね。ただ、親父に、数年前、3年ぐらい前かな、会った時にディーゼルノイの話したんですよ。そしたら、親父、確かに負けたし、秒殺されたんだけど、本当に強かったのはディーゼルノイじゃないって言ってましたね。その選手の名前聞かなかったんですけど、口にしなかったんですけど、ぼそっと言ってましたよ。今までの経験で、ノイは確かにすごい強かったんだけど、こいつとやったら死ぬとかそういう感覚じゃなくて、もっと強い選手はいたって言ってました。多分タイ人なんでしょうけど。で、親父の口癖で、中軽量級では、タイ人には絶対勝てないって言ってましたね。ハングリー精神が根本的に違うらしいんですよ。もう3歳の子とかがジムでサンドバッグ叩いてて、背負ってるものが家族とか村とからしいんですよ、本当に。で、命がけで毎日7時間とか練習するらしくて、もう根本的に中軽量級では絶対勝てないっていうか、
根本的に違うって言ってましたもん。そう、ファイターとしての DNA、なんか強くなりたいとかいう、状況じゃないっていうか、強くならなきゃ生きていけないっていうレベルで、命がけで戦うらしいですね。毎日。練習量が根本的に違うって言ってました。タイは。まあ、僕はね、格闘家でもないし、そういうのわかんないですけど、だから妹とか弟、運動神経めちゃめちゃいいんだよ。俺は、子供の頃病弱だったから、もう本当運動させてもらえなかったのね。もう子供の頃実は入退院ずっと繰り返してて、ほぼ記憶があるのが病院だったりとか、隣のベッドの子は寿命半年とか、そういう病院生活が長かったから、それで、東京の親父とお袋東京で出会ってるのに、俺のために、成田とか桜とか、空気の綺麗なところに引っ越してるんですよ。喘息持ちで。だから俺、運動神経ないの。でも妹とかはソフトボール投げとかあるじゃん。選手でも何でもないのに陸上の。そういうの県大会で優勝しちゃうとか。母親もそのソフトボールの、中学校の大会で優勝してるんですよ。本来は運動神経抜群の家庭なの。弟も妹もすごい運動神経いいし、痩せてるし、マッチョなんだよね。体もスタイルいいし。俺だけオタクなんだよね。だから妹と弟と話合わないんだよ。弟はバスケ部キャプテンだし、ずっとバスケやってて。うん。妹はすごかったね。運動神経めちゃめちゃ良かったね。妹と弟は俺のこと大嫌いだけどね。お好き勝手生きて、家族の言うこと全然聞かないしさ。もう本当に遊びほうけてばっかりで。なんだろうね。わかんない、俺は。だから運動に関することを、スポーツをやったことがないし、スポーツ嫌いだったんだよ。だから格闘技始めて、本当に、だから人生で初めて、自らの意思でこんなに楽しかったんだっていうのに気づいたから、31歳で。あ、花火ありがとうございます。ひやつさん。親父のその格闘家としての、なんだ、あれは知らないけど、親父確か32まで現役だったのかな？サラリーマンやりながら現役だったはずなんだけど、その試合とかは見たことないですけど、子供の頃の記憶は、やっぱ夜中に車に連れてかれて、その車の中で放置されてるんですよ。だけど、そのサンドバッグ叩く音と、ワセリンの匂いってわかるかな？選手が、塗る油みたいなのがワセリンっていうのがあるんだけど、あとタイガーバームとかね、ああいうツーンとした匂いとサンドバッグと怒号、うわぁうわぁとかいう声がずっと記憶にあるね。俺の原始記憶っていうのかな、親父との思い出っていうか子供の頃の思い出はもうその、うらうらパンパンパンとかワセリンの匂い、そこでスースー寝てるっていうか。で、親父が起こしてくれて、終わったから帰るぞって。うんって言って。すごい親父、俺のこと可愛がってくれてたから。懐かしいな。でもまあ、昔の選手だからあれだって、実、最近カミングアウトして、そのディーゼルノイの話したときに。実は俺ヤクザだったんだよって言ってたね。興行ってさ、まあ興行ってそのボクシングの試合とかプロレスとか全般を指すんだけど、芸能界とか。そういうのはもうヤクザのしのぎだったんだよ、その頃。で、ヤクザのその喧嘩屋だよね、要は。なんかあった時のストリートファイト要員で組員所属してて、で、組員を強くするために選手になっていってとか、そういう世界だったんだって。だから、まあ昔の親父の写真見ると金ネックに、まあモンモンは入ってなかったけど、もう金ネックにザラザラしてたね。でもなんかヤクザはダメだって言ってた。だから親父はなんかその任侠の世界とかに憧れたんだって、昔の江戸時代とかの。その島でさ、津波が来て死体が船体上がった時にヤクザの人が助けたとか、そういう
のに憧れてたけど、現実は全然違くて弱い者いじめしかしてなかったからやめたっつってた。あんなのは綺麗事だよなとか言って。俺が憧れてた世界じゃねえわっつって。情景が浮かぶ。本当に話うまい。あ、ありがとう。まあ、俺はね、喋りで食っていきたいと思ってたからね、そう言ってもらえると嬉しいな。そう、ストーリーテイラーっていう仕事があるのね、アメリカには。バーとかで、パブとかバーとかってステージがあるじゃん。そこで、ただ自分の人生を語る。まあ、そう、笑いに特化するとかじゃなくて、笑いももちろん取るんだけど、冗談とかも言うんだけど、主にその自分の人生を語るっていう職業があるの。ストーリーテイラーっていう。そういう職業日本にないから憧れるよね。いいなって思う。会話で人のことを楽しませるっていうか。喋りってさ、誰でもできるじゃん。人間の誰でもできることだから、素人芸だと思われるのが、ね。実は磨いて練習して、毎日特訓してるんだよね。だからね、生主やってみるとね、4時間喋ることが、あ、プロとしてやってるんだっていうことわかるよ。そう、遊びで、お小遣い欲しいからやってるんじゃなかったんだ、こいつっていうのが多分わかる。やってみるとわかる。俺はこれ本気でやってるからね。今日は彼女さん、うん、綾乃っちいらっしゃい。彼女後ろに寝てるよ、今。破けたジーパン縫ってる。彼女が、家から裁縫セット持ってきてくれたから。あ、ね、配信して初めて分かりました。30分話すことがどれだけ難しいか。しかも、今は多少楽なのね。やっぱりリスナーさんが会話を持ってきてくれるから、逆にちょっと口頭技術っていうか、どう切り返したら楽しんでもらえるかみたいなのになってきてるんですよ。最初の頃は、リスナーさんが10人いても、1人と会話する、1人2人と会話する感じだから、難しいんですね。要は一方的に話しながら相手の質問を誘うっていう技術が必要なの。でも今はどちらかっていうと、ある程度コメントもらえるから、切り返しがうまくないといけないとか、ボクシングでいうカウンターみたいなやつなんですよ。だからね、人数とか閲覧が上がってきたりとかすると、ファイトスタイル変え、トークスタイルっていうのかな。変えないといけなくて。だから、実は配信にもそういう理論があるんですよ。なかなか、それは伝わらないんだけど。だから実は俺夢があって、旅が終わって大手配信者になったら、月に1回、交流会と勉強会開こうと思ってんの、生主の。本気で生主の、プロとして仕事にしたい人のための、1回1000円とかで喫茶店で、ね、セミナールームとか入れて、1000円、2000円で通えて、配信塾開こうと思ってて。俺が大手になったらね、実績残さないとやっぱりダメだから。要は、あれだよ、格闘技でいう道場みたいなもんで。で、そしたらさ、塾生さんたちでコラボとかしやすいし、交流会でさ、リスナーさんも、あ、この人応援してるとかさ、いろんな情報交換とかもできていいかなと思って。コメントない時は地獄でもないよ。ただ、一方的に喋るっていう訓練をしないといけないから、そこが難しいんだよね。リアクションを求めちゃいがちなんだよ。でもリアクションが起こらないから。でもね、よくリアクションが欲しい生主に何て教えてるかっていうと、リアクションっていう文字はリアクションなんだよ。要は、アクションに対しての反応って意味なのね。リアクションだから。だから、君がアクションを起こさない限りリアクションはないよって。で、コメントはリアクションだから、君から何かしないとダメって。コメントくださいは絶対言うなって。
君が面白いことをやったらリアクションが起こるんだよって。君がアクション起こしてないのにリアクションを求めるなっていうのは常に言ってる。そうそうそう。言われてみたら当然でしょ？だけど、その、やっぱ過疎なマヌシの人ってわかんないんだよ。なんで自分が過疎なのかって。普通にまともに、1日2時間、1週間放送やってたら、リスナーさんは絶対つくはずなの。要は、誰もいないからって何もしなかったんだよ、1週間。1週間過疎の人は。要は、来てくれたリスナーさんを放置したんだよね。うん、今のさ、今なんかニコ生と違ってさ、今何人見てるかわかるじゃん。コメントがなくても今誰が何人見てるかわかるから、なんでその時にアクションを起こさないのか俺にはよくわからない。ニコ生っていうのは、今誰が見てるのか人数わからないの。コメントの数しか反映されないのね。だからその分難しかったよ、やっぱり。まあでも、まあ生主じゃない人からしたら関係ない話かもしれないけど。うん。ねえ。あ、俺もね、講師はやろうと思ってるんだけど、毎回ゲストを呼んで、キチガイ、今日の勉強、授業はキチガイ配信ですって。金梅さんどうぞ、つって。うわ、こんなにいんのか。うわ、キチガイやれば、閲覧増えっから。とりあえず飲もうぜ、つって。はい、今日のゲストは、雑談の先生で、うなちゃんマンです。いや、まあ、いや、俺はよ、先生とかよ、やるつ、いや、まあ、照れるよな、とか言って。こういうの面白いじゃん。1時間喋ってもらって、俺がテキスト化して、まあ、キチガイ配信はこういうので、こういうのは警察沙汰になってバンになりますよ、とか。だから、自宅、こういうのは自宅でやったら、運営さん大丈夫だよ、とかさ。そういうのが面白いなと思ってんの、俺は。うん。ちゃんと勉強をするっていう場所ね。ちゃんと勉強をするっていう会。うん。そういう感じで俺はやっていこうと思ってるよ。うん。そしたらさ、いいじゃん。あ、これを本気で仕事にしてこうと思う人出てくるから、絶対。うん、それは考えてるね。だから俺の放送のタイトルはゼミナールなんだよ。和道の異常なゼミナール。要はセミナーやりたい。本当は。まあ、だいぶコンセプト変わったけど、初期のコンセプトとは。力がないとできないことってあるんだよ。今まだ早いなとか。でかい家？で、まあ配信会が活性化したら、それは俺にとってもいいことだから、やっぱ配信っていうパイがでかくならない限り、ねえ、YouTube はなんであんだけでかくなったかっていうと、パイがでかいからだ。分母がでかいから、リスナーさんと配信者の。だからあそこまで稼げる人が現れて。マーケットがでかくならない限り無理なんだよ。俺らが億万長者になるのは。だから、俺はこのマーケットをでかくするのも役割だと思ってるから、自分が成功するのも大事だけど、マーケット自体をでかくするっていうのも意識しておかないとダメだよね。そう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 。みんな寂しい。
だから、まあ、出会い目的とか趣味でやってる人は、俺はあんまり、なんか、私趣味だからいいんだよっていう人は、また畑が違うと思ってて。うん、やっぱ、プロ目指してる人とか、プロの人と絡みたいから、俺は。本気でやってる人ね。でも、配信は何が夢があるかってさ、その、何も持ってないやつが、急にスーパースターになる可能性があるんだよね。絶対日の目を見ることがなかった人生のやつを、ヒーローに変えることができるのは、俺配信だけだと思ってて。今、一番夢のある、舞台だと思うよ、配信は。だから配信に憧れる人が出てきたら嬉しいよね。今後。俺も配信者になりたいっつって、若い子がさ。あのね、なんでかっていうとね、多分ね、配信がもともと好きだったからじゃないと思うよ。俺はね、配信がもともと好きでリスナーでハマって、あの、配信者になったっていうパターンの人間じゃなくて、もともと事業をやってたりとか、むしろ、その、なんつうんだろう。普通のリアルな仕事とかの方が興味あった人なのよ。経営もやってたし。だからそこが根本的に違うんじゃない？だから他の人の配信もほとんど見ないし。ヒカルくんと仲いいけど、ヒカルくんの配信見ないもん、俺。うなちゃんマンとドレさんぐらいじゃん。がっつり見てんの。なんでかっていうと、ドレさんは勉強になるの、普通に。ドレ深夜食堂は面白いの。で、うなちゃんまんはやっぱトークの勉強になるんだよ。もう根本的にやっぱちゃんまんのスタイルが好きだから俺は。トークって何なんだろうと、俺あそこに全部詰まってると思ってて、ちゃんまんのスタイルに。だから勉強をしてるんだよね、ちゃんまんの放送で。ドレさんは普通にリスナーとして楽しんでるのはドレさんだけ。本当に。ポコちゃんさ、俺さ、お前って言われるのあんま好きじゃねえんだわ。和道って名前があるからさ、お前っていうのやめてくんね。俺もみんなに対してなるべく名前読むようにしてるからさ、仲良くしたいからさ、お前って言われちゃうと気分悪くなるよ。尊敬っていう、まあ尊敬っていうかなんだろうな。好きだね。リスナー、まあなんだろう。ちゃんまんきっかけで俺この世界入ったから。尊敬っていうかまあ、ちゃんまんがいなかったらその配信者ワードっていう存在がない。ワードさん何してんの？今ね、その破けたズボン縫ってるね。裁縫してる。明日までゆっくりできるから、明日の昼まで。ジーパン買おうかと思ったんだけど、裁縫道具彼女が気ぃ利かせて持ってきてくれたから。まあね、旅配信金かかるからさ。
なるべく節約しないとね。金使うときは使うけど、まあ、おしゃれなんかしなくていいんだから、配信者は。今はね、がっつり稼いでからでいいじゃん、そういうのは。今節約できるもんは節約したいんですよ。ああ。まあまあまあ。配信だけで飯食ってんの？そうっすね。今はそうですね。配信だけっすね。3月末まで働いてたけどね。もう辞めて配信だけっすね、今は。3月から。由来ないね。なんか、ワドっていう響きを決めて、そこに当て字ですね。ワドって可愛いじゃん、なんか、どこの国にも存在しないような名前の音の響きがいいなと思って。で、ワドって。ワドちゃんって可愛いじゃん。ワドっていう、まず、カタカナで、その音の響きを考えて、そっからだね。音の響きありき。風船100個ありがとう、高やん。そんな人一握り。どうだろうな。どうなんだろう。一握り。まあね、配信人口50万人っていう、配信者の人口、トータルすると50万人って言われてる世界だから、まあトップ1%とかなんじゃないの。トップ0.5%とか、配信で飯食えてる人は。誰でもできるからね、配信自体は。やろうと思ったら。今、スマホも普及してるし。のんちゃん明日の夜帰るよ。いや、どうだろうね。人のことはわかんないけど、自分のことしかわかんないっすね。自分のことは語れるけど、いくらでも。人が何考えてるのかとかは知らないっす、僕は。それぞれあるんじゃないの？理由とか。
ヒカルくんはね、今ね、宮城の方に帰りましたよ、夏希さん。実家に帰りました。なんかプライベートで、もうこれから1年ぐらい、もう実家帰るタイミングなくなるから、数年間。今帰っておかないとって言ってましたね。もう宮城新幹線で、すごいよね、片道30分の距離なのにさ、5000円かけて新幹線使うって勝ち組だよね。え、鈍行だったら1500円で1時間半でつけるんじゃないの？って聞いたら、いや、時間がもったいないっすって言って、勝ち組になったねって言って、そうっすねって言って、俺30、ね、1時間半で1500円選んじゃうもんな、今だったら。ヒカルくんも、もうトップ配信者だからね。すごいよね。ここでも8000円だよ。宿泊。夜の8時から、なんだ、昼の12時まで8000円だって。いいよね。やっぱ田舎の方が安いよ、なんでも。超広いもん。いいよね。だから、インターネットで稼いだらさ、東京とかにいたら経費かかるからさ、こういう田舎の方に住んでさ、配信で稼ぐって、インターネットで稼ぐってありだよね。使うお金を減らせるじゃん。ああ、人間性ね。おー、ありがとう。ヒカルくんも好きだよ、俺も。大好きだよ。ヒカルくんの配信は全然見たことないけど、ヒカルくんっていう人間が好き、俺は。あ、この人は何やっても成功できる器だなって思った。いろんな人間見てきたけど、決めてるんだよね。決められるやつが何やっても成功するんだ。決めてないやつは何やっても成功しないから。お金が逃げてく。のんちゃんは俺のこと愛してくれてるよ。だから俺は信用してるんだけど。ポコちゃん酔っ払ってんの？なんか、5時多くない？酒飲んでんの今。おい、ツンツン、お疲れ様。いらっしゃい。楽しんでて。ウィーとか言って、酒飲んでんな、これ。いや、やめた方がいいよ。ワードカットでお願いしますって。誰それって言われる。いや、ちょっと髪型で遊びたかったんだよね。せっかく自由業でさ、やってるんだから。普通のバイトとかじゃできない髪型にしたいなと思って。
今しかできないことやんないとね、もったいないもんね。稼ぎは少ないかもしれないけど、配信業の魅力は自由だからね。いや、いいけど。まあ、拾いづらいときは拾わないかもね。うん、おやすみー、夏希さん。おやすみー。ありがとう。来てくれて。また来てね。疑い終わって糸縛るの、いつもきちっと縛らないんだけど、糸にくるくる3回くらい巻いて。いや、俺もわかんない。俺それができないから、なんかあれでしょ？なんか最後のやつでしょ？あの、こう、糸をピッてやってぐるぐる巻いて、こう、キュッて抜くやつでしょ。だから縛ってる俺は普通に。わかんないから。俺もできないんだよね。家庭科の授業サボってたから。まあ、ネットで検索したら出てくるんじゃない？まあ、濡れてればいいんでしょ。格好悪くても。俺もわかんないよ、全然。我流でとにかく縫ってるだけだよ。履ければいい。寒さと雨風しのげればなんとかなる。ね、あれ難しいよね。俺もわかんない。我流我流。本当はね、ミシンでダダダダダダってやるのが一番早くていいと思うんだけど、あ、詰まった。やばい、なんだあれ、マジか、しょうがない。やっぱできなかった。今やってみたけどできなかったわ。やっぱわかんない。ハートプレゼントありがとう。ありがとうございます。器用だな。結構手先器用の方かも。がっつり開いた穴塞がってきたよ、なんだほら。がっつり開いた穴が塞がってきた。いい感じ、いい感じ。大丈夫？
風邪ひいた？大丈夫？そうやった。爪で押さえるんだ。俺も指の腹で押さえてたからダメなのかな。俺もいいこと聞いたな。爪なんだね。黄色バックでやると、へえ。女の子っつってもね、女の子って年齢じゃないけど、のんちゃん。結構いい年だよ。まあ女だね。
もう4時か。でも思ってたより寒くないかな。東京の方が寒い、ぶっちゃけ体感的に言うと。東京は気温差が半端じゃないの。福島は安定して寒いから、なんか東京は風邪ひくんだよ。夏みたいに暑かったりするの、急に雪降ったりとかするから。福島寒いっちゃ寒いけど、北海道の人も言ってたよ。東京の寒さの方が嫌だって。その、急に来るからっていう。寒いんだけどね。まあ全然、なんか、全体的に寒いから、助かる。結局さ、その、なんつうの、温度差にやられるんだよね。面食らうっていうか。こんばんは、ピルちゃん。風船ありがとう。思ってたよりも寒くないかな。寒いけどね。想定の範囲内だ。T シャツ1枚でなんだかんだ過ごしてるもんね、ずっと。東京はもうあったかいんだろうな。アプリケ知らない。何アプリケって。初めて聞いた。
アッチョンブリケしかわかんない。え、酒飲んでなかったの？別に構わないけど、酒飲んでも全然構わないけど、もうすでに酔っ払ってると思ってたんだけど、俺シラフでそのコメント打ってたのかよ。アプリケって何？刺繍？いや、刺繍じゃないよ、これ。これは刺繍ではない。なんつうの？普通に裁縫？いや、縫って、パッチワークだよ、要は。あれでしょ？刺繍だとさ、絵に、花柄にしたりとかできるじゃん。これそういうのできないから。ただもう、ひたすら、ジーパンの穴の開いた部分を、針で、糸で潰してるだけ。うん、そういう感じじゃないよ。要はジージャンみたいなやつでしょ。ジージャンじゃない、スカジャンか。穴隠しの飾り布。ああ、そういうのアプリケって言うんだ。まあ布の柄とか変えたら可愛くなるかもね。チェックとかね、タンクスっぽくチェック入れたりとか、そういうのいいかもね。なるほど。はいはい、また来てね。そうそう、補修。多分穴開いた部分を、ここばっかり穴開いたから、からリスナーさんから穴開いてる穴開いてるって、股の部分が破けるんだよ、デブだから。それを当て布して裏側に、で、糸でこう、ブス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 何回も通して、こう、穴を塞いでるんですよ。だから補強と糸で、こう、潰す感じかな。
いや、まあ、器用ってわけじゃないよ。貧乏だからさ、それさ、新しいの買えるんだったらね、買って捨てて買って捨ててってやりゃいいかもしんないけど、生活保護だったからさ、もう、本当に服も買えないのよ。支給額じゃ。本当に飲み会とかにも行けないし。だからもう、貧乏でさ、できる限りのことやらないとっていうの染みついてるんだよね。まだね、穴が開いても着れるもんは着れるからさ。贅沢するためのお金じゃないじゃん、生活保護って。そう、生きていくため、社会復帰するための手前のお金でしょ？だから贅沢はできないからね。ギリギリのお金だから。え、おまわりさんに送迎しよう。黒さん大丈夫？何があったの？酔っ払ってやらかした？どうした？黒さん。かっこいいサムネだね、黒さん。記憶がない。酒だな。酒でやらかしたパティーンだな、これ。おかえり。今こんな感じです。
コリアムだよ。今こんな感じです。穴の開いた部分。こんな感じです。こんな感じで。ジーパンの股の部分。だいぶいい感じだね。ちょっと休憩しようか。どうぞ。ありがとう。おやすみ。種まき農家。おやすみ。ファントンまた来てね。いつもありがとう。バーガープレゼントありがとう。いえいえ、千円札とかだよ。月末に金すっ飛ぶよ。奥稼ぎたいからね。目標は奥ですよ。よし。
おはよう、カズさん。そうだね。昼より逆転してるね。あとね、電波がなかったり、配信的に面白くないスポットではカメラ回さないようにしてるから。どうしても、やっぱり、まったりできるところと見どころがあるところしか、意味ないじゃん。リスナーさん的には。そういうところだけ映してるね。お疲れ様です。雑談するのか、外配信でしっかりするのか。面白くない配信は見せるべきじゃないっていうのが俺の心情かな。福島の海岸側行こうと思ったんだけど、いわきとかね。ちょっと行かないかな。そう、見せどころと、やっぱり集中したいのとバッテリーの問題とかいろいろあるんだよね。そうだ、バッテリー。もう一個のパソコンも充電しないと。忘れてた。思い出した。これ充電されてたっけな。どっかコンセント。のんた、いや、のんた明日帰るよ。のんた明日帰る。ちょっと寒いな。次は仙台。いや、まだ郡山ちょっといるね。郡山と、郡山で2人コラボして、で、会津若松っていうところ行って、白虎隊見に、白虎隊の発祥の地だから、なんかお城とかあるらしいよ、会津は。お城見てこう。来ようかなと思って。初見さんいらっしゃい。フォローしてね。よろしく。
っしゃい。あれ、あれがどこ行った？あった。ああ、ヒカルくんの枠でありがとう、ファービーさん。ヒカルくんにはもうお世話になりましたよ。捨て頃で、多分、ヒカルくんと共演する、多分というか共演するんで、もしよかったら、捨て頃でもよろしくお願いします。旅配信者です。あ、ありがとう、フォロー。よろしくね、これから、ファービーさん。パチンコは爆地が、ん？パチンコ爆勝ちしたから移動代稼げたね。すごいよね。出玉だけで言ったら35万だよ。投資額抜きで勝った金額、その出た金額だけで言ったら35万だよ。あ、でも、まあ、ヒカルくんとうまいもん食ったし、こう人と、のんちゃんでいる時とかうまいもん食ったりとかするけど、ステーキ食ったりとか。でも一人の時は節約するよ。移動代も別に電車は普通の鈍行電車で行くし、その、所得が上がったわけじゃないから、油断できないからさ。配信は配信で稼がないといけないし。そうそう、ジーパンが破れちゃって、旅配信やってるんだけど、ね、まだ、最低限稼げてるだけだから、生活ができるぐらいだから、贅沢はできないなと思って。で、そしたら彼女が郡山まで来てくれて、裁縫セット持ってきてくれたんだよね。で、俺が寝てる間ずっと縫ってくれてて、仮止めだけしてくれたから、今彼女疲れて寝てるから、配信つけながら雑談しながら裁縫やろうと思ってさ。で、俺が億万長者になったらさ、それこそいくらでも新しいね、何万もするジーパンとか買いたいけど。今、今の現状は、リアルはこれだよ。穴の開いたジーパンを、こう、縫う生活ですよ。それが俺の今のリアルだよね。彼女優しいね。うん、俺のこと分かってるんだよ。新しいジーパン買えないのもさ。今、これが必要だっていうのよく分かってんだよ。彼女もともとリスナーだからさ。俺の配信ずっと楽しく見てくれて。リアルでしょ？旅先でこう、縫うってリアルだよ。そう、貧乏なものは貧乏なんだから。見え張ってもしょうがないじゃん。今の自分をさらけ出していかないと。サクセスストーリーだからね。背伸びしてもダメよ。ありのままの自分で頑張っていくしかないよ。見え張ったってバレんだから。その方がかっこ悪いよな。見えだけ張って中身ない人生よりも、ボロは着てても心は錦ってやつだよ。
新しい発見をするのが好き。和道さん、羨ましいよ。羨ましいだろう。羨ましいだろう。収入と自由な時間を同時に手に入れる方法を考えたら配信しかなかったんだよ。配信を見たときこれだって思ったよね。自由に生活ができて、ある程度稼げてって。思ったよりそうなるまで時間かかったけどね。俺だったら1年ぐらいで人気者になれるだろうと思ってたけど、そんな甘い世界じゃなかったよ。4年目にしてようやく食えるようになったよ、飯が。長い道のりだよ、本当に。まだスタートラインだからね。4年かけてスタートラインだよ。すごい甘くないよね。あ、どうも、ご隠居さん。甘くないよ。公演プレゼントありがとう。はい、ワード2。カエルちゃんいらっしゃい。そう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 、裁縫雑談だね。ね、言った通りでしょ。昔言ったじゃん。俺は変わらないと。変わるのは景色だけだって。海外にいるとか、ね、どこにいるっていう背景が変わるだけで、俺は言ってることもやってることも多分変わらないと思うよって。家配信で裁縫配信あったじゃん。本当に変わらねえだろ。髪型とか着てる服とかがどんどんいいものになっていくだけで、喋る内容とかは、生き方とかは変わらないよって。でもみんなは、凡人は、ね、見る目のない人っていうのは、この人車何々乗ってるからすごい人なんだとか、この人海外で生活してるからすごい人なんだとか、そう、騙されちゃう。おー、花火ありがとう。そう。目利きのできる人っていうのはその人がどんな生き方してるのか、今後どうなるのかを見極められる人だから。だから今まで応援してくれてた和道リスナーは目利きができる人だよ。こいつなんかやってくれんじゃねえかって。目の合った人だよね。うん、ファビー、また来てね。おやすみ。
これからね、人も増えてくると思うよ。リスナーさんも。爆発的に増えてくると思うよ。新しい人たちが。だから、3年前のリスナーさんが、たまたまふわっちに戻ってきたとき、LINE で言われたもん。まさか和道がこんな大きくなるとは思わなかったよって。でもずーっと言ってたねって。アクティブ10しかなかった頃からずーっと言ってて、その通りになったの私見たの和道だけだよって。すごい嬉しいって言ってくれて。有言実行してくれた和道が嬉しいっていうか、そう言ってもらえて嬉しかったね、俺は。信じてよかったって。この人ならやってくれるって思っててよかったって言ってくれて。楽しみだね。俺のことを信じてくれる人がいるっていうのは、俺にとっては何よりの宝物だからね。仕事でうまくいって金は手に入るかもしれないけど、仲間は手に入るかどうか人格だからね。信じてくれる人がいるっていうのは宝だよ。のんたんの寝顔見たい。ダメよ。のんたん配信者じゃないから。マナー違反だからさ。配信者だったら映すけど。のんちゃんリスナーだからさ。例えば、カズが俺とね、なんかで、こう、泊まることがあって勝手に映されたら嫌でしょ。なんでって言うでしょ。それと一緒よ。こちらはリスナーだからさ。ご想像にお任せします。のんちゃんの寝顔は。まあね。俺も人妻と泊まる趣味はないよ。
明日どこ行こうかな。のんちゃんがデブ賞だから、どこ行こうかな。パチ屋でも行くか、二人で。福島来てパチ屋はねえよ。すげえ出るんだよ、パチンコ。マジで食っていけるレベルだよ。ヒカルくんの友達、知り合いかな？知り合いだか友達が、郡山で、その、30万、40、ん？じゃあ、50万くらい稼いでんだよ、1ヶ月。で、まあほら、ヒカルくん嘘つかないから信用できるから、で、そいつ曰く、マジで食える店だって言ってますよ、って言って、行ってみますって言ってて、ヒカルくんもパチンコ新しい台をしたいって言ってたから、行こう行こうっつって、本当に出てる。あの、いろんなパチ屋見てきたけど、あ、これは出るわっていう。あの、他、自分の台だけじゃなくて他のところも出てんだよ、マジで。3日でね、35万はすごいよね。だから、しかもおじいちゃんおばあちゃんとかポンと捨ててくんだよ、いい台を。だからハイエナもできるし。ない？何がないの？ああ、デートでパチンコ？のんちゃんでもパチンコ好きなんだよ。だどうしたらいいんだ？のんちゃんがさ、俺と一緒にいればいいって言って、さっきも、暇だね、ワドさんって言って。じゃあ、外出ていいよって、ホテル泊まんなくてもいいよって、帰ってきてもいいしって。だから、外出て遊ぼうって言ったら、ワドさんと一緒にいたいって。ワドさんと一緒にいればどこでもいいって。じゃあ、外行こうよって言ったら、嫌だ。布団の中で一緒にいたいって言って。俺結構意外とアクティブな方でさ、外、暇だと家の中にこもるの嫌いなんだよ。こもるときはこもるけど、意外と動き回ってたよね。躁うつ病だから、うつのときは家から出たくないんだけど、躁状態のときはもうじっとしてらんないんだよね。彼女が、その、そんなに、どこ行きたい、あれ行きたいとか、もう何食いたいとかもないのよ。とにかく俺と一緒にいれればいい人だから、困っちゃうんだよね。も、物欲もないし。なんか、その、何々買ってとか言われたことなくて、どんなのが欲しいの？って言ったら、ワドさんの手作りのものが欲しいとかさ。一番のファンはのんちゃんだよ。ねえ、合図。いや、合図にはフグちゃん、フグちゃんか。フグちゃんとのコラボ、どうしようかな。合図って車でどれくらいなんだろう。あ、そうしようかな。合図一緒に行こうかな。それいいね。
明日提案してみるよ。せっかく車あるんだしね。やっぱりピンと張らないとダメだな。モンさん見てて純粋なのが伝わってくる。純粋だけど純粋ってやっぱ怖いんだよ。純粋っていい意味だけじゃないのね。やっぱ狂気をはらんでるのね、純粋って。子供って残酷でしょ。虫とか平気で殺したりするじゃん。子供って残酷だと思ってて、俺はやっぱね、純粋ってね、怖さもあるんだよ。恐怖っていうかね、なんつう、狂気。そう。のんちゃん純粋だけど狂気もはらんでるからね。そこが魅力なんだけど。それをしっかり理解しないと怖いよ、純粋なものは。マリアいらっしゃい。夜勤中だ。頑張って。眠いよね。頑張って。俺も夜勤中。一緒に夜勤頑張ろう。61キロ。あ、結構遠いんだな。61キロか。でもまあ一生に一回しかない貴重な時間だからな、今は。だって60過ぎて旅できるかっつったらできないもんね。今できることをやらないとね。今しかできないことやんないと。ああ、一緒に夜勤頑張ろうぜ。バカありがとう。どちらで？郡山、郡山。福島だよ。福島のラブホ。ジーパー移動疲れない。動きやすい服装。ね。なんかね、実はね、ちょっとこだわりがあって、ファッションは。ちょっとね、ジーパンなの。ジーパンっていうかね、同じ服をずっと着てたい人なのね。本当は、旅人っぽい、ハンターハンターってわかる？数。ハンターハンターっていう漫画がわかるとわかりやすいんだけど、わかるかな？読んだことある？ハンターハンター。俺、アスペの特徴なんだけど、こだわりがめちゃめちゃ強いのね。
わかる？ジェイフリークスみたいな服装がいいの。もう、漫画のキャラクターみたいに服装固定化したいのよ。俺3年間ぐらいずっと黒いジーパン、黒い T シャツいるでしょ。本当は、ああいうエスニックファッションがいいのね。イスラム教の人たちが着てる服みたいな。ゆったりしてて、ダボっとしてるけど、丈夫な生地でっていう。ラブホラブホ今。のんちゃんに温泉行こうって言ったけど、やだって。で、ホテルに泊まろうって、やだっつって、どこ行きたいって言ったら、ラブホ行きたいっつって。わかったよっつって、ラブホ検索して、ラブホにいる。ラブホテルって語源知ってる？ホテルラブから来てんだよ。欲望、セックスしたいとかじゃなくて、ラブホに泊まりたかったんだ。わかんないけど。だからラブホに泊まりたいのはよくわかるんだけど。安いし、設備いいし。ラブホ楽しくない？下手なホテル泊まるよりラブホの方が良かったりするじゃん。俺気持ちわかるよ。ラブホ泊まりたいと。セックスしなくてもラブホに行く時期あったもん、一人で。露天風呂入りたいから。本当はだからダボっとしたいい、もう物持ちのいい生地をずっと着てたいんだよね。猿になってる。猿。俺全然性欲強くないよ。ね、広くていいよね。ビジネスホテルだと2人で1万2000円ぐらいするもんな。生理の血がついたジーパン。やめて、そういう。赤、黒、白だから。いつも言ってるけど。好きな色しか身につけたくない。だから本当の和道ファンは真っ黒い服で来るか、赤黒白で来たら俺は和道ファンだと思う。生粋の。和道ファンですよ。もうファッション真似てかないとね。俺ほら、世界的アーティストだから。ファッションリーダーだから。おほうほけきょんって言ってる。朝だね。鳥の鳴き声がすごい。おほけきょんって。いいね。
田舎の方来ると自然が、東京にいない野鳥とかがいっぱいいるからさ。すげえ、ホウホケキョウ言ってる。東京ってダメだな、やっぱり。人が住むところじゃない。生活保護受けてないよ、俺。そうだよ。1月1日今年の。だからもう4ヶ月ぐらい経ってるよ。ユニクロ、ユニクロでいくらぐらいだったかな、5000円ぐらいかな。ユニクロ、ユニクロ、あれヒントなかったっけ。点滴交換行ってきます。和道さん夜勤頑張って。おい、行ってらっしゃい。頑張ってね、マリアム。ユニクロで5000円高いかな。昔安かったよね。今ユニクロ高いよ結構。パーカーとかも4000円とかだし、なんか安いブランドじゃなくなったよ。昔みたいに島村みたいな雰囲気ないよ。昔ね、2000円ぐらいで買えたもんね、服が。今全然ユニクロは中級のブランドになっちゃったよ。そのセカン、昔のユニクロはあれだよ。あの、なんだっけ。あの GU とかが受け継いでんじゃん。今。ガタいい？ああ、まあ格闘技の練習してるからね。ここ3ヶ月ぐらいで見違えるように変わったって言われる。うん。あの、ガタイ良かったわけじゃないよ。鍛えてるの。俺結構合うデザイン。あの、ももが太くて、下が細いから。外人のは、あの、合わない。ケツと太ももが。俺ユニクロ好きだよ。ユニクロのデザイン結構いいって評判だけどね。ジーパン好きな人でも。結構頑張ってるねって。ただ素材がダメらしいね。素材も今手こ入れしてるらしいんだけど。ユニクロは結構頑張ってるらしいよ、ズイパン。長く履けないらしい、ユニクロは。そう、ストレッチ性とかはいいんだけど。スタイルが外人系なんじゃないの、白つぐは。足が長くてって。あ、俺もリーバイス好きだね。スラッとしててね。俺もリーバイ、あの、エドウィンよりはリーバイスの方が好きだった。今どこにも売ってないって、あれじゃん、型番が一緒だったら一緒なんじゃないの、ジーパンって。あ、まあまあ、ジャズでも、ね、いいんじゃん。俺も別に服そんなこだわりないよ。まあ見てもらったらわかるけど。いつも黒い T シャツに黒いジーパンでしょ。まあ、ワッペンとかつけてるけどね、最近は。
おしゃれな人好きだけどな、俺。テーパードがわかんねえわ。変わったの？なんか。寝てるよ。全然。寝てる寝てる。そこ細いの。ああ、俺もテーパードが好きだわ。じゃあ。今はノーズもテーパード変わってる。マジなチノパン。あ、チノパン嫌い、俺。俺はテーパードの方が好き。切れた。なんだよこれ。最悪。マジか。え、どうすんだよこれ。え？最悪。マジか。ああ。ヴィンテージを探してんの？新品でそういうのが欲しいってこと？いや、金がないから。新しいパンツ買えないから。稼ぎが少ないからだ。ヴィンテージか。まあ、おしゃれは金かかるよな。おしゃれは金かかるよね。しょうがないけど。シャリ旅じゃないよ。シャリ旅とか意味がわかんないもん、俺。旅の醍醐味全部、なんか、よくわかんないから。シャリ旅はやんないかな。憧れない。旅は憧れねえな。何で一緒にするの？いや、多分3週も4週もするよ。なんで？地球に住んでる感覚っていうか、日本に住んでる感覚が欲しいからかな。そうだね。まあ、ルールはこんな感じ。こんな感じ。なんだろう。地球に住んでる実感とか、まあ、世界も行くんだけど、このまま。とりあえず日本に住んでるっていう、日本っていう国が本当にあるのかどうか確かめる旅だね。うん、手段なんでもいいじゃん。歩いたり、電車乗ったり、飛行機乗ったり、船乗ったり。なんでもいいじゃん。
自由な方がいいんだよね。自由になるために旅人っていう職業を選んだわけだからさ、ライフスタイル選んだから、これは自由がよく似合うでしょ。おはよう、夏さん。おはよう。そうそう、本当に定住をしないで稼ぎたいっていうのが夢だったから、場所とお金と時間にとらわれないっていうのが魅力だよね、やっぱ。どこにいても稼げるっていう。いや別に引きこもりが悪いとかそういう話じゃなくて、素敵な一日を、ああ、いいこと言ってくれてありがとう。嬉しいよ。そういうの大事だよね。ありがとう。夏さんも素敵な一日を。引きこもりも、俺も結構引きこもり体質なんだけど、なんだろう。引きこもりとね、アクティブっぽいの反動がすごいのね、俺は。今は動く時期かなって。で、引きこもりが悪いとかいいとかそういうくだらない議論はする気なくて、本人にとってハッピーなことが一番いいと思ってんの。人には人にしかわからない幸せの形があって。で、俺はとにかく時間と、もうとにかく自由。誰にも束縛されない。誰にも文句言われない。時間も起きるのも自由。寝るのも自由。で、稼ぐのもしっかり稼げるっていうのが、俺の求めてるライフスタイルだったから、それを考えた時に、まあ配信しかねえなと思って。配信だと旅人が相乗効果になるから、あ、これだって思ったね。だから別に、引きこもりを俺は否定するつもりなくて、そうじゃなくて、白粒がなんかこう、俺の生き方最高だよって言えるかどうか。うん。いや、引きこもってんの最高だよって言うんだったら、俺は最高の人生だと思うから。白粒にとってさ。うん。白粒が、いや、ちょっと俺変えたいんだよね、自分のことって言うんだったら変えるべきだと思うし。うん。ちなみに俺はもう受けてねえよ。うん。生活保護嫌だったから、頑張って抜け出したよ。4年かかったって感じだね。もう1年ぐらいしか受けるつもりなかったんだけど、仕事決まんねえしさ。そう。病院通ってたし。今最高。あ、じゃあいいんじゃん。うん、それでいいんだよ。引きこもって布団に入りながら配信見てる時が幸せ。あ、そう、うん。俺が代わりに動くから大丈夫だよ。みんなの代わりに、だから映像を載せてるわけだし。配信者の役割は疑似体験だからね。疑似体験でみんなの暇つぶしだから。うん。それが仕事だからね。そうだよ、そうだよ。みんなの代わりに動いてるんだよ。いや、それが請求書来てないからまだ動いてないね。あれは裁判で訴えようと思ってるけど、俺は。完全に役所側の意見がおかしいから。これ憲法違反だよ。
ここラブホ、郡山。いや、わかんないよ。俺は預言者じゃないから、未来のことなんか全然わかんないよ。逆に未来わかるやついたらすげえと思うけど、よく俺は、ねこうなるって断言する人いるけど、すげえなと思うよね。責任ないことよく言えるよな、と。本当に思う。なんでこの人無根拠でこんなこと言えるんだろうみたいな。お前は1万人絶対達成無理だよって。すげえこいつと思うよ。賢者タイム。あ、2回パコったけど。いやー、まあボロボロだからだね。ずっと履いてるし、破けるでしょ。諸行無常、形あるものはいつか壊れる。俺31。もんちゃんだね。おお、亀尾さんいらっしゃい。おはよう、アドツ。朝早いね。おはー。今度はなんだ。のんちゃん来たよ。のんちゃんって今、ラブホにいる。おお、ありがとう、白つぐ。これからもよろしくね。おやすみ。ありがとね。フォローありがとう。フォローのやり方わかんない。携帯？パソコンどっちで白つぐ？
人のマークのアイコンない画面に、画面の下あたりに、そこにフォロー、シェアじゃないわ。フォローってボタンあるはずだよ。フォローと通知っていうのがあるはずだから、それ両方とも押しとけいいんだよ。シェアの上とかにない？スマホ？パソコンどっち？スマホだったら、ちょ待って。スマホの場合は、そんな難しくないはずなんだけど。まあパソコンで画面があるじゃん。例えば、画面があったら、画面の一番左下に人のマークがあるから、それクリック。そうするとフォローするって出るはずなんだけど。一番左下に人のアイコンあるでしょ。OK, OK. お疲れ。おやすみ。のんちゃん起きた？ん？起きた？うん。うん、おはよう。え？おっさんね、今5時だね。まだ寝れるよ、全然。
モンさんごめん、壊れちゃった。やば。どうしようこれ。壊れた。糸通しが壊れちゃった。ごめんよ、のんちゃん。すぐ壊れちゃう。ごめん、ごめん。壊しちゃった。鉄のやつ、糸通し。ごめんね。今日どうやって過ごす？夜まで大丈夫でしょ？何する？会津若松行く？それともパチンコやる？俺が30万出した。何したい？え？こちら見ると、お寺？お寺好きなの？こちらには何しろ、お寺？今日は宿場町に え？行く。宿場町みたい宿場町？な。何宿場町って？昔の宿場町みたいなところを、観光地みたいにして行くしたいです。おお、それあんの？そんなの。どこにあんの？声聞こえない。私は別に。にゃんこ山さん、風船20個ありがとう。ありがとね。おはよう。
眠った。コーラ？水？はいよ。あ、気をつけてよ。ポロリが。ポロリはやめて。お小遣いたいです。はい。これうまい。うん。どうだよ、雑談しながら。今コメントないから読んでないけど。もうすぐ4時間かな。ねえ、給料日いつだっけ？入ったばっかじゃん。1週間経ったね。
なんでよ。何に使ってんのか。え？3万円生活して、うん、1ヶ月3万円生活。え？そっか。辛くて辛い。1日1000円。うん、でも生活保護の時そんな感じだったよ。毎3年間卵も入ってるから。え？卵も500円。タバコは入れなかったけどね。だから1500円使えるのに、それちょっと無理があるんじゃない。その目標設定に無理がある、うん、だからお給料入ったらタバコはカートンで買っちゃうんだよ、もうバッと、うん、別に3万円で余裕で暮らせるよ、自炊すれば。スーパーの残り物っていうか、あのあるじゃん、割引とか。とにかく米だね、最初は。俺寝たよ。ジョーカーさん、君っていうのやめてくんね。難しいもんだね。うん、別に家から出なくて、別に普通に1000円で暮らせると思うけど、余裕で。まあ全然それできる。草むしり、うん、なんで、そしたらね、うん、お給料もらえる。お給料アップすんの、草むしりしたら。頑張るから給料くれるって。草むしりやんのよ、うんうん、君は嫌ですね。君、お前とか嫌ですね。君は嫌っすね。例えば僕がジョーカーさんじゃなくて、君って言われたら嫌じゃないですか。君さーって言われたら嫌じゃないですか。どうすか。別に嫌じゃなかったらいいんですけど。俺は嫌っすね。ジョーカーさんって名乗ってるのに、え、君のコメント、ね、あ、君寝ないのとか、君とか言われたら、ちょっとイラッとくるっていうか。まあ友達にはなれないっすね。僕は気にしないですが、嫌なら和道。あ、3いらないよ。和道でいいよ、全然。ただ、君って言われると嫌だ。
本当はね、気に入って敬語なんだけどね。目上の人に対する言葉だけど。お前もそうなんだよね。目上の人に使った言葉なんだけど。それは分かってるんだけど、くんとか。他人行儀な気がして嫌なんだよね。すげえ。さんいらねえよ。違う違う違う。俺が言ってるのは敬語使えとか丁寧にやれってことじゃなくて、他人行儀な感じが嫌なの。なんか、別にさんはいらなくていいんだけど、距離感があるじゃん。君とか、お前とか、あなたとか。さんもそうだ。男配信者って大体リスナーさんを決めて、俺はそういうのはダメなやつだなと思ってるから、なるべくホタハン呼んでるけど、何々さん、何々さんって呼んでるけど、何々ちゃんとか、何々くんとか。だって君ってあの姫君とかの君から来てるんでしょ。
夢の中で眠くて眠くて仕方ない夢見た。なんだその夢。あ、もう眠くてダメだ。助けてー。寝てなかったんじゃないの最近あんまり。就職する夢。何それ。みんなって誰？学校の同級生とか。同級生って言ってもいろいろぐちゃぐちゃになって。うん。学級委員はでも、うん、なんかレクチくん。レクチが学級委員だったの。学級委員。うん、就職の募集要項みたいなのを、うん、なんか掲示板に貼ってて、うん、でなんか目薬をさす仕事を、うん、飲んだとかこれいいじゃんとか言って、うん、だからなんか、うん、熊に目薬をさバカな夢なの。どうやって目薬刺すんだろうねって言って、うん、なんかで打つんじゃないとか言って。アホ夢だよ、アホ夢。アホが見る夢だよ。いいねとか言って、うん、メモっとこうって。でみんなでもみんな。そろそろ就職する活動、あ、就職活動の時期かとか言って、うん、わけわかんない。ニートのくせに。専門学校にいる設定だった。専門学校だった。専門学校、何かの専門学校。47のおばさんだからね、現実は。目覚ませとろけ草むしりしろ。就職活動、就職しようとしてるじゃん、ほら夢の中でも学級委員のイメージなんだ。出口、うん、あ、ぽいね、わからなくはない。闇の学級委員、闇の学級委員。俺のライター取って。タバコ。これ俺の当たった。ごめん。知らんと。
のだっていうの本当のだっていうのは私の話だ。登場人物全部俺のリスナーともう終わってるぞ本当に友達ゼロだな和道の国の人間だ。和道。和道国代表取り乱し役でしょ。サイトちょうだい。トムさんいらっしゃい。誰も知らない理他の生きてきたの遠い空の下物語手に取られた喜びとは私思い出すのはいつかだかをカラオケ？いいよ。でも、郡山来てカラオケって別に、東京でもできるじゃん。なんだろう、別にその観光地に、観光しに来たわけじゃない。でもせっかくだったら、こっちでしかできないことやった方がいいんじゃないの？あ、何ですか？あはははみたいな感じする。え？いやいや、別にそういう意味でない、そういうのやめてってめんどくさいから。東京から突然来たんですけど。いや、だから記念になることやろうっつってんじゃん。なんでマイナスに捉えるの？特別なことしようって言ってるじゃん。してるじゃん今。うん？じゃあじゃあ。そういうことじゃなくて、思い出に残って、あの時あそこ行ったね、ここ行ったねって。
福島に来てカラオケ行ったねってなんだそれってなるでしょ。いや、行きたいならいいけど別に。だけどまたリスナーにお前のんちゃんにまたカラオケしか彼女にって言われちゃうよ俺。彼女大切にしてないって。言ってないよ俺。違う、昼過ぎに絶対寝てるから昼過ぎになっちゃうけど、それでもいいのっつったら、のんちゃんが分かった。のんちゃん、その脳内補正するのかってやめてくんない？俺は昼過ぎに絶対になっちゃうからって言ったよ、昨日何回も電話で。それでもいいの、満喫で待つのっつって、うんって言って。やめなさい、嘘つくの。俺はそんなこと言ってない。5時に必ず行くなんて言ったのに、絶対起きれないって言ったんだよ。起きれない。お、あやだ。おはよう。花見屋の近くにある。花見もやったもん。あ、さっきつい、そうそう、のんちゃん、のんちゃん。うん。いるいる。え？起きれないなんて。だ、起きれないじゃん。知ってるじゃん、俺が起きれないの。知ってるでしょ。切れるはずないでしょ、俺。そう、あやが立ち上がった。うん。千葉から、いや、違う違う、のんちゃんは東京だよ。千葉じゃないよ。飛んできた。チップじゃありません。変なテンション。いや、今のコメント早いじゃない。おはよう、アヌンナキ。仲間じゃないよ、あや。なんでって別に言うだって古いもん、あや相当あや、寝かまなのそうね。全員寝かまなの俺のリスナー、女リスナー。あや、仲間だったのか。だからちょっとできない。一人で昼間だから一人で昼間竹串です。竹串の木。うん、もんちゃんの絵はすごくいい。今度お会いしたいよ。紹介するけど、竹串で刺される覚悟だったら紹介するよ。今ね、合図じゃなくて郡山のラブホ。ジーパン塗ってる今。原発近いの？結構遠いって聞いたんだけど俺。ていうか入れないでしょ多分。行こうと思ったんだけど、入れないなら見に行きたくないわと思って。だ、彼女と見に行くところじゃないよね。もんちゃん、あそこは福島第一原発だよ、すごいってならないでしょ。関東圏は全員近いわ。え？原発から関東圏の辺に近いわ。うん。
綾の彼氏は竹串で刺されます。え、のんちゃんに綾が会ってみたいって、のんちゃんの絵が好きなんだって。で、竹串で刺されるよって言ったら、彼氏を盾にするって言ってる。どうしようか、今日。原発福島市の奥。あ、まあ関係者しか入れないよな。そりゃそうだよな。入れたらウケるもんね。道路も通れないのうん。無理だよね。封鎖でしょ、もう完全に。痛い痛い。漏れてるから直してるっていうか、その除染してるわけだからね。臭いらしいよ、汚染された土って。光くんがそれ現場でやってたらしいんだけど、うんこの日じゃないっつってたよ。嘘。青森なんだっけ、廃棄。6ヶ所村っていうところがあって、誰がサイコパスなの。コンクリートの壁が1メートルぐらいあるんですけど、それでも全然。漏れちゃうんだ。それもね、発表されない。まあさ、無理だろうね、もう。闇だよね。え、埼玉行くの？ケツメイシのライブ？行ってら。パンツを脱い脱い、そうそう、穴で破れちゃってるから、のんちゃんが。裁縫セット持ってきてくれたから。この現場に飛ばされた人は5年帰ってこれない。なんで？秘密を漏れちゃった。現場事務所にね、5年間詰められてられる。すごいね。じゃあ何でも知ってるな。偉いな。のんちゃんが裁縫してくれてて、俺が寝てる間に仮止めをしててくれてて、のんちゃんが眠ったから、続きを俺がやってる感じ。起きたらのんちゃんぬいぬいしてて。おはよう、あやい。あ、そろそろ終わるな、放送。4時間完走でーす。すごいね。あと8分で4時間完走です。174人いる。さきつん、あや、あいあい、あいあいだね、そう。溢れた感情は単純にとかだっけ？こぼれる涙みんな。
何かまあ何その歌ちょっと面白いじゃん、歌って。みんな寝かまあ、さおはようって。ジジイどもえ？ジジイどもおはよう。なんで彼氏がいるとか言ってるさ、うん、会いに来るの。いや、俺がスーパースターだからだよ。この目が腐りきって。うん、こんなこと言ったらのんさんだってオフ会で会ってやったんだから、のんさんと出会えなかったよ。だってのんだか彼氏なんかいなかったもん。ああ、そういうことか。のんさんツイッターのサムネつけないの。だって今できない。あ、そっか。のんちゃん今携帯止まってる。パソコンからしかできない。うん。よいしょ。へー、お母さんがファンなんだ。そうだね、のんちゃんとの出会えてよかったね、俺は。どうして？だって彼女でしょ。うん、彼女と出会えてよかったじゃん。どうしてって何？めんどくさいな。もうめんどくさい。何、やめてそういう絡み本当にめんどくさいから、うん、そうそう、のんちゃん携帯止まっちゃってんの今。携帯止まってるのに今から会いに行くわとか言って、え、待ち合わせどうすんのって言ったら、なんとかなるっしょみたいになってる。ならないと思うって思ってた俺は。いや、めんどくさいよ。もうちょ、女のコメントなくなっちゃうぜ。ただでさえコメントがないのに。営業妨害だよ完全に俺からしたら。いや、素で言ってんだけど、えへへじゃなくて。あ、愛されてるんだね。もう俺はそういうめんどくさいの嫌いなの。あの、配信が仕事だから俺。よいしょ。これで飯食ってってんだ。楽しいんかい。俺は楽しくねえよ。のんちゃんは今和道さんといられるのが幸せたまんないんだね。そうだと嬉しいけどな。そういうのは素直に嬉しいよ。そうだよって、今一緒にいられて幸せだよとか言ってくれたら俺は、いや、いい子だなと思うけど、よいしょ。そうだね、のんちゃん来てくれて嬉しいね、俺は。まずつやハッピーいらっしゃい。あと2分で感想だわ。みんな一旦お疲れ、ありがとう。腕どうだろうね、今こんな感じだね。お、太くなった。おー、公演プレゼントありがとう。どうかな。ムキムキ。
大会あるんでね。お疲れ。アイテムありがとう。じゃあ、次枠行くか。次枠行きます。お疲れ様でした。おつおつ。フォローしてね、みんな。よろしく。ここラブホ。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんだよもう。